振り込むです。もうね、テストフライト飛べ飛べっつうんで、テストフライト、そして、モードがね、ちゃんと切り替わってなくて、はい、これ、中止モードです。で、速度を落として、で、全体入れて、まあ、ここにとりあえず2発、このまま巻く。で、リロード早いので、オッケー。オッケー。片道で全部破壊できました。もう中止モードのままこう飛ぶっていうのが。そして次はこいつ。スロットルをなかなか緩めるのが難しい。どうだ？わあ、全部。わあ、だだだ、これだよ。中止モードで行こう。わあ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 。よし、ここ。ちょっとスロットルを吹かして、この2個。まあ、ちょっとこれ高度が低いんだよね。この付近には複数のダミーターゲットが存在している。取りこぼすな。ダミーターゲットを破壊。で、一旦こうちょっと距離を取ろう。で、高度上げる。どう思う？そして、ターン。うわ、さあさあさあ。うわ、さあ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 。どうすか？ダミーターゲットを破壊。あ、これ取り起こした。いや、よし、中止モードでずっと飛び続けるってなかなか難しい。これもうちょっと集めるために、ちょっと近く寄って、ここで2発巻く。どうだ？巻く。ああ、全部消えた。そしてちょっと加速しつつ、これで、ね、どうだ？船を全部いけるかな。現在地を常に確認しておけ。結構落ちるまで時間かかるね。旋回、ちょっと高度上げる。よし、こんな感じでどうかな。でもリロード早くなったよね、レベル4になって。もうちょっと前飛ぼう。ダミーターゲット破壊。はい。よし、加速だ。よし、集中させるために。よし、ここで2個前。よし、今度はここ。加速しながら。ここは広いので、このね、加速しながらっていうのは、加速ボタンと三角ボタンを押すっていうのがなかなか難しいけど、機体のコントロールちょっと慣れてきたね。例えばこれロール、宙返り、これ宙返りと、はい、バレルロール。よっ、どう？これ中止モードのまま旋回。
クイック。十分な技量だ。どうだろう、こんな感じで本部へ帰還せよ。これでやってみっか。なお訓練で使用するのであればこの場はいつでも使用可能だ。ロール、よし。